でもシビアですよ。7勝3敗から勝ち越し、あと1つとしてからなんと4連敗中。一方の琴奨菊、まあ、2場所続けての勝ち越し、千秋楽までもつれました。7勝3からの4連敗きついよね。きついですね。で、まあ、これまで先場所の途中まで琴奨菊、琴バウアーってぐーって体を反らす動きしてたんですが、矢口さん見たことありますよね。ニュースで見ました、はいはい、それをねちょっとやらなくなったんですよね、先場所の後半ぐらいからですね。それもやらないですね、はい、今アベマユーザーの方からもやらないのって来てましたが、うん、さ言ってきますとか言って土俵上時間です。7勝7敗同士、右に変わりました。足を取りに行きます。しかしここで逆に回しを許してしまった。右の上手は引けていません。抱える形の琴奨菊、背中両回し引いて前に出ていくのが宝富士です。マツコ回し一旦切れたがまた引き直しました。土俵中央です。となるとマツコですからね。そうですね、いい体勢です。左四つの体勢、両回し、右の上手も引いています。出ていくところなんとか残す、残す琴奨菊、残した。おいいね、大相撲になります。負けられない7勝7敗の2人です。琴奨菊もよくあそこ踏みとどまりました。松本さんの回し伸びてるもんね。ダブって出ていく、ダブって出ていく琴奨菊、ここも残す、左からすくう、どうか、乗り切りました。宝富士の勝ち。長い大相撲を制しました。最後の最後、息がハフハフしてます。よっしゃって言いましたよね。すごい思わず出ましたね。そういうね、あんま出す人じゃないけど、うん、これでも矢口さん長いって、いやすごい、もう最後の最後の最後まで分かんないです ね、本当に。いやすごかった。よっしゃって言いますか、ね、その気持ちも分かる。